ジャンボビートナイトです。この度もご視聴ありがとうございます。いや、こんなに寒いとね、なかなかこう外に行きたいっていう感じにならないですよね。はい、そんな感じで皆様いかがお過ごしでしょうか。先週ですか、もう先週か、今年ね一発目の動画アップしまして、アルファ73をね購入したというね動画をアップさせていただきました。そのね動画の最後にレンズを買わなければ始まらないということでね、はい、最後ねこちらちょっと紹介したんですけど、タムロのね2875の F2.8 投資のねレンズを購入しまして、まあ本日は新しく購入したレンズとアルファ73をね使ってテスト撮影にね行きたいと思います。はい、こちらでございます。昨年の、ね、5月の下旬にね発売されたんですけども、まあ、その性能とね価格の良さからね未だにね供給不足が続いてるみたいで、今納期が2ヶ月待ちとかになるんですかね。いや本当にねその人気っぷりがね伺えますよね。まあ僕はねもうその2ヶ月を待つことできなかったので、まあヤフーオークションでね、まあちょっと割高にはなってしまうんですけども、購入させていただきました。まあ購入前にね、こう僕なりにいろいろ調べてみて、まあ YouTube とかでもね調べてみたんですけど、まあその中でもね、やはりジェット大輔さんと、あとサンセットスタジオのね大輔さん、このねダブル大輔さんのね、解説を見まして購入を決意いたしました。とてもね分かりやすく説明されていて、近い性能のレンズと比較もしているので、はい、とても参考になりました。もしね気になる方は下にね URL 貼っておきますのでね、ぜひご確認ください。まあね、最初のレンズっていうこともあって、まあいろいろ悩んだんですよ。まあ、単焦点レンズにしようかなとか、今これ使ってる、シグマの 18mm35mm1.8 透視っていうレンズがすごくね便利だったんですよね。やっぱりまあ1本目はねズームレンズがいいかなと思ってねズームレンズを選びました。まあやっぱりね気になったのは、まあ同じぐらいの性能で出てるソニーのね G マスターレンズ 24mm70mmF2.8 透視のレンズなんですけど、まあそのね作例を見た時に、まあキレッキレでね、うわこれ欲しいなと思ったんですけど、なんと価格が20万ちょっととなっておりまして、これ何かの間違いかなと思ってね、一回寝て起きてねもう一度ね確認したんですけど、やっぱりね20万ちょっとでしたね。うん、買えるかい。アルファ73のねボディと同じぐらい値段するということで、いやビートナイトこれはちょっと手出せないなと思いまして、でもう一つこれも結構人気なね 24mm105mm の F4 のね G レンズもねちょっといいなと思ってたんですけど、これもね昨年見たんですけど、とてもねシャープな絵になっていて、まあこれでもいいかなと思ったんですけど、まあ価格が、まあ、13万ちょっとかな確か。でもねやっぱり僕結構ぼかしたいので、やっぱり 2.8 やったら嬉しいなとは思っていたんですね。まあそんな中でねこちらの、タムロンさんのね、28mm75mmF2.8 透視のレンズが、なんと今の価格で、8万5000とかでね出してるのかな。まあ、G マスターの方がね若干広角になるのと、まあ、解像感もねやっぱりいいとは思うんですけど、まあ、かなりね近い性能で、なおかつこっちの方が軽くて小さいと、まあ、さらに価格が半分以下なので、まあこれはね最初のレンズにしては持ってこいかなと思いました。これ最短撮影距離っていうのが19センチかな。まあ、G マスターよりもね寄って撮影できるんですよ。G マスターが最短撮影距離っていうのは38センチだったと思うんですけども、それよりもね寄って撮影できるっていうのは魅力の一つだなと思いました。まあ視聴者の方からね、まあフルサイズ用のレンズ、まあほんと10万20万っていうのが当たり前になってくるので、まあ10万以下のレンズが非常にね安く感じるようになるので気をつけてくださいというねコメントをいただきまして、本当にそうだなと思いました。まあ見事にねこれレンズ沼にねハマっていきそうですね。はい、でこれまあお値打ちに出してるので、 G マスターレンズにはついてる機能がなかったりもするんですね。オートフォーカスとねマニュアルのあのスイッチ、あの切り替えのスイッチがなかったり、あとフォーカスロックっていうねボタンがなかったりするんですけど、もう僕はね、まあ、アルファ73側で、まあ、カスタムボタンのこれ確か3かなでね、これボタン一発押すとマニュアルで撮影するように割り振ってあるので、まあ、スイッチの切り替えは特に気にならないかなとは思います。であとね、まあちょっと気になることがあって、まあ視聴者の方とかこれを実際
使ってる人とかから最近聞いたんですけど、どうもね、まあ、オートフォーカスに不具合が出てるみたいなんですけども、まあ、僕はまだね、ちゃんと使ってないので、まあ、そういった症状はわからないんですけど、で、気になって調べてみたら、一応ね、タムロンさんから、ファームウェアがアップデートされていて、まあ、オートフォーカスなどのね、不具合は、改善されてるみたいですね。そんなわけでね、こちらの α7-3 とね、タムロンの 2875F2.8 透視のレンズをね、使って撮影してまいりまして、まあ一応ね、天気のいい日、曇り、あと夜のね、撮影をしてまいりました。まあ特にね、細かな設定はしていないんですが、はい、どんな感じでね、撮影できたのかね、ご確認していただければなと思います。このね、α7-3 のね、性能とタムロンのレンズの性能。まあ、このね、2つの組み合わせが一体どんな感じになるのかっていうのもね、ご覧いただければなと思います。あとこれ、可変式のね、ND フィルターも購入しまして、口径67ミリの、はい。以前使ってたのが ND2 から ND400 までっていうね、まあ、かなり幅広くカバーしてる ND フィルターなんですけど、価格がね、3600円だったんですよ。いやもうこれは超お値打ちだなと思って買ったんですけど、ムラがすごい。でまあ僕あんま知らなかったんですけど、400まで使うことってほぼないんですよね。動画撮影してる時って。まあ安いものなんでね、まあ仕方ないかなと思いましたけど、かなりね、ムラが出てたので、あまりね、使えなかったんですけど、今回ね、新しく購入した、この今映像で出てるやつなんですけど、こちらが、ND2 から32までのね、可変式 ND フィルターなんですけど、十字状のね、ムラが出にくいというね、触れ込みになっておりまして、価格がね、約6000円でございます。はい、それではね、テスト撮影の映像をご覧くださいませ。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。テスト撮影ね、行ってまいりました。まあ本当にね、まあ軽くまあ昼とまあ夕方夜のね撮影してきたんですけども、まあ昼間の映像なかなかいいですよね。うん、僕こうモニター越しにね撮影しながら、うわやばいって声出ちゃいましたね。はい、まあフルサイズならではのね、このボケ感とか素晴らしいなと感じました。あとね、やっぱりこれ 120fps で撮影した時にモニターが暗くならなかったり、オートフォーカスが効くっていうのはね、本当にねありがたかったですね。で、暗いとこでの撮影なんですけども、まあ、いつもと同じね、24フレームのフル HD で、ピクチャープロファイルが6かなで撮影したんですけども、やっぱりね、ISO を6400ぐらいまで上げると、もうノイズがやっぱり目立ちますね。まあこれをね、4K で撮影して、まああとピクチャープロファイル
イルなどもねちゃんと設定してあげればね、まあ、比較的ノイズを抑えられるんじゃないかなと思いました。まあこれはねまあいろいろ試してみて、まあ暗所にね適したね撮影の設定をね見つけていきたいなと思っております。ちなみにねこれ α6500 と、まあ、比較した映像なんですけども、どうですかね、違い分かりますかね。まあ同じ条件でね撮影してるんですけども、まあセンサーサイズ、まあ暗所性能のね違いがあるので、やはりね α7-3 の方がねノイズが少ないかなと思いますね。やっぱりねズームレンズって便利ですね。まあ 28mm で広角で撮ったり、まあ 75mm までズームできるので、これあの白鳥の映像あったと思うんですけども、まあまあ寄れたかなとは思います。まあ野鳥の撮影となったらね、やはりもっとね、ズームできるレンズがいいとは思うんですけども、まあね、あの幅広くね、撮影はできるレンズだなと感じております。そしてね、まあ写真も撮ってみました。こんな感じでございます。すごくね、画質良くないですか？はい。このボケ感や解像感、素晴らしいと思います。もう一つね、光の、まあこれ光防ってやつですかね。これもね、撮影してみました。F 値が16で撮影してみたんですけども、僕はね、このレンズの光防、光の広がりが、はい、綺麗で好きです。はい、そんな感じでね、α7-3 とね、タムロの 2875F2.8 投資のね、レンズを組み合わせて撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、レンズ自体もそこまで重くないので、まあ、撮影しやすいと思いましたし、まあ、僕のね好みの画質だなと思いました。僕がね今メインで使ってるシグマの 18-35 1.8 投資のレンズ、まあ、どっちが好きかって言ったら、僕はどちらかというとシグマのこのレンズの方が好きかなと思います。まあ実際ねこれ2つシグマとタムロンのレンズで撮った映像、はいどっちでしょうって言われても僕多分分かんないと思いますけど、まあ感覚的にですけどシグマのこのレンズで撮った映像の方が、まあ、好きかなとは思いますけどね。まあただね駆動音が出るので、まあ撮影するの大変ですし、まあそういった部分がないだけでもね僕はこのタムロンのレンズ、そしてね α7-3 のね組み合わせ大満足しております。まあオートフォーカスの性能っていうのは、まああの僕 G マスターレンズとか使ったことないんで何とも言えないんですけども、まあ G マスターレンズにしたらねもっとオートフォーカスバシバシ決まるんじゃないかなとも思います。今後ね G マスターレンズねいつか欲しいなと思ってるので、ね、非常にね期待しております。はい、そんなわけでね今回の動画は以上でございます。今回もねご視聴ありがとうございます。もしねこの動画が参考になりましたらね、グッドボタンよろしくお願いいたします。そしてね、はい、ツイッターインスタグラムやってますんでね、気軽にフォローしてください。あとねコメントもぜひね気軽に残してください。そしてはい、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。